半端だな、ね、本当に、水害くらいからもうすごい何十年ぶりなんですけど、昔のね、ボーク喫茶っていうのはこんな感じで、やってたんですけどね、久しぶりということで、うまくいくかどうかわからないですけど、ちょっとやってみます。ここに来てピラフを食べて今そこで寝てたもんですからね全然音も何にもしてないもんですからね、音の感じも全然わからないですけど、じゃあちょっとやってみますね、まあ、適当に聞いてください。みーちゃんと二人で歩いていたらとても綺麗な夕焼けだ。みーちゃんは毎日働きに顔も強い腕も中で黒いみーちゃんが赤くなったな。ああ、なるほど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 、みーちゃんはいつも恥ずかしそうだな。とても綺麗な強い兄ちゃんが弱く